はい、お疲れ様です。バイスファクトリーのアンドラウンドになっておりますけどね、しょうもないのみ動画をつけていただいております。 P さんです。お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。今日もね、緊急事態宣言さなか、ちょっと密注意してね、まあ距離取ってソーシャルディスタンス、はい、ね、いろいろと感染対策予防しながらこういう動画をやらせていただかなきゃいけないのでね、今日も頑張っていきましょう。はい、はい、で早速なんですけど P さん、桜レンタカーさんから行列のできるバイク屋相談所、はいはい、またテーマ振られましたんでね、はいはい、早速うちの見解を述べていこうかなと思うんですけども、はい、まあまあちょっとその前にね、最近うちの動画のコメント欄でちょいちょい気になるコメント目立ち始めましたね。おお、いや残念な話ですよ。ほうほう、まあ気になるコメントっていうのはね、ワイズファクトリーの店主ね、うん、ちょっと無駄な話長くないっていう。ああ、はい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 、はい、いやそうかなって、なんかねちょっとだから本編に入るまでの前置きが長いんだって。うん、でコメント欄でねちょいちょいそれがね一件二件じゃないわけですよ。いや困ったなと。いや僕からするとね、なんていうかな、その本編に入る前のまあつかみというかね、うん、落語で言えば枕みたいなさ、はいはい、なんていうかこのおかしいなあ、俺からしたらさ、うん、なんかこう本編に入る前にね、うん、お仲間さんの気分をリラックスさせて、まあ、なんかこのちょっとウィットに富んだ軽快なトークでね、楽しい世界をお知らせするみたいなイメージでやってるんですけど、はあ、うん、長いよって言われちゃった。なるほど。でただ僕はそのつかみによってこう、うん、言ったらね、うちの動画なんてその僕の無駄な話がなかったら、うん、賞味3分もないと思ってたんで。いやそもそもそんな大した中身がないんだからさ、だからそのコメント欄のね、話長いなっていうコメントって、うん、俺からすると今日も面白かったよみたいな、うん、あ逆にね、そうそうそう、うん、俺からしたら今日も面白かったよっていうふうに書いてあるように見えないしか見えないのよ。なるほどなるほど、あ今日も褒められちゃったって思って、あいい方、いい方に解釈してたんだけどさ、はいはいはい、まあだからで、まあ、最近ちょっと近藤プロデューサーともDM で、ね、うん、やり取りよくやるんですよ、文面で、はい、動画のアドバイスなんかもいただいてるしね、はあはあ、で今日もちょっと結構やり取りがあったんだけど、うん、で今日のやり取りの最後にね、近藤プロデューサー、うん、前置き長えよって。嘘でしょ。近藤 P から前置きの長さで、うん、多分視聴者さん結構離れてってますよ。嘘嘘でしょ。そっか、そんなバカな、なんていうか、ね、本編に入る前に、うん、無駄な話投げると、はい、なんだよ、いつ本編に入るの。タイトルの話、タイトルでさ、はいはいはい、サムネと、うん、その本編入るまでの時間が長いと、うん、いやいや、いつ本編入るんだよみたいなことで、はいはい、お仲間さんがね、チャンネルを変えちゃうじゃないけどさ、あもうそこでもうやめようみたいなね、なっちゃう可能性があるよと、うん、じゃあ意外と近藤君ももうちょっとオブラートに包んで言ってくれればいいのにさ、うん、無駄に長いと思いますみたいな、直球ショップ、ズドン来ましたんでね、じゃあそれを踏まえてね、じゃあ、今回この動画、あ、そうだね、だから手っ取り早く、ね、早く入っていかなきゃいけないな、うん、っていうところありますね、はい、無駄な話省いていきましょう、省いて、はい、はい、で今日なんだけど、はいはい、ちょっと店前をね、うん、小学生の高学年ぐらいの女の子が2人さうろうろしてて、うん、でバッと店の中入ってきたのよ、はいはい、って、はあ、小学生の女の子が何の用事あんのと思って、はいはい、ちょっとドキドキしちゃってさ、はいはい、でどうしたのって声かけたら、うん、まあ、入ってきたのね、そう入ってきちゃって、もう自動ドア開けて、で一人の女の子がお手洗い貸してくださいって、ってうちのトイレって2階にあるじゃない、うん、で靴脱いで上がってもらうさ、上事務所兼のところだからですよね、って、うん、この年はも床の女の子、うん、まあ一人で、あトイレ案内してさって、うん、まあただすごくね、うん、事態はすごく切迫してたような感じだったから、すぐそこにコンビニあるじゃん、うん、それをね言おうと思ったんだけど、うん、でも
こんなバイク屋にさ女の子2人で入ってくるってよっぽどのことかなと思ったから、あちょっとあの2階のトイレ案内して、うん、で僕すぐ降りてきてね、うん、あトイレここだよっつって、うん、で降りてきてたらもう一人の子はこっちでさ、はい、スマホを見ながら待ってたんだけど、うん、だから結構な時間トイレにいたから、あまあえらいことにはなってたんだろうなと、まあ僕があのコンビニでどうぞなんて言った日にはさ、うん、コンビニ行くまでの間にえらいことになってたんじゃないかと思えば、うん、僕ちょっとトイレご案内してよかったのかなとは思うんだけど、ねねうん、ただ俺もさその児童をトイレにね、はい、店の2階のトイレに案内するのって、うん、結構勇気いったのよね。ああそれはなんで？いやバックバックですよ。だってさ、うん、2階から降りてきてさ、はい、なんとなくあの世間の目がね、うん児童に猥褻な行為をしたみたいなそんな名義があったらさちょっと俺人生終わるやんいやちょっとあのバイク屋さんどうなのみたいな。それはさちょっと考えすぎじゃないの？そうですかね、うん、だから僕あのトイレここだよってあの上にあるから勝手にやってみたいなのもできなかったから、うんうん、年派もゆかぬ、だってもう娘なんかよりも全然下年下の女の子よ、うん、小学校ぐらいでしょ、うん、ジノって言ったってもう本当にその低学年ぐらいの子供じゃなくてもうちょっと中学生に入りそうかなぐらいの子供と、あなるほど、店の2階に上がってく絵面、はいはい、ちょっとヤバいもんがあんのよ俺ヤバいくないってそれも妄想がねヤバない大丈夫ですか？ヤバいかな。で大丈夫あの降りてきてさ、うん、もうなんか俺落ち着かないよ、なんか仕事してるふりしてさ、はい、早く帰ってくんねえかなとか思って、あこれが万が一ね、降りてきた女の子が、いやーとか言って逃げ出してったら俺もう人生終わるからね違うんですよみたいなさ、トイレ貸しただけなんですよ。そうだね、冤罪が成立します。そうだね、児童虐待、虐待、児童わいせつ、児童ポルノ、いやだからそんなこと考える俺ってちょっと考えすぎかな。考えすぎです。いやほんとね、いや妄想が行き過ぎたかな、うん、まあでもあの2人がねあの本当ありがとうございましたって言って爽やかに帰ってってくれたから、はいはい、まあいいことしたんかなと思うけど、うん、おじさんの目にもなってくれよと、まあね、いうところだったんですけど、うん、じゃあねあの本編の方入っていきましょうか。はい了解です、はい、お願いします。今日何だったっけね。あのさ、分かった分かった分かった、何何コントピーとかさ、うん、あとそのコメント欄でさ、うん、前置きが長えと、うんうん、あそれは分かったわ、うん、だってさ、うん、15分前あの前振りでさ、うん、本編3分、うん、っていうことでしょ、うん、まあよく言われるよ ね、うん、でもあれじゃん、今回本編話してねえじゃん。ちょっと何 P さんも俺の前置きが長いと思ってるわけ？だから今気がついたの、うん、あ前振り長えな、うん、みたいな。あじゃあ P さんも俺の無駄な話が長いと思ってるんだ。そんなことないよ、うん、ほらあの視聴者さんにさ、うん、こうでこうで分かりやすくさこうなんだろうね、ご説明を差し上げてじゃあ本編いきましょうか、うん、みたいな。そうね、でそれ3分じゃん、うん、ほらね、うん、長いね。嘘でしょ。傷つく。